お疲れ様でした。この後は、ちょっと、まあ、日がたりの、ちょっと失礼した時間で、お越しいただきたいと思います。ご紹介します。ステージに、の方は、高橋健二さんになります。ご存知の方も多いかと思います。メジャーバンドのツーズロックの、ドラムボーカルの、高橋健二さんです。活躍されております。高橋健二さんです。この前はあの駅前音楽祭っていうのを、ご一緒させていただいたのがきっかけで、今日来ていただいたと、あと、こちら、前日ではないか、はい、後半あこれはじゃあお楽しみください。はい、では高橋健二さんステージです。はい、めちゃ盛り上がってましたね、ホームさんね。僕はなんとなくやりますんで、よろしくお願いします。素晴らしい。
しい素晴らしい。もうこれで終わりたいぐらいですね。大丈夫かよ、この後。いやですね、今ちょっとさっき野坂さんの方からですね、ちょっとご紹介いただきまして、この後ですね、スペシャルゲストが登場するんですけども、あと1曲だけ僕一人で書いてあると思います。それ今どっちも見てるんだろう。我慢して、じゃあ僕の曲一曲聴いてください。夢の外でって曲です。バイトしました、まえちゃんです。早く座ってもらう。
マドンナ、マドンナマエちゃんです。ウェーイ。はい。言い過ぎやろ。言い過ぎ、言い過ぎか。やりすぎ。いや、こう、歌さんってこう、どういう扱いを受けそうなのか分かんなくて、いや、もうみんなの声の吐き口として皆さん、お世話になった方もいっぱいいるお酒のアテとしてなるほどひどい職場ですよそんなことないですよ。まえちゃんとですね、僕今別に組んでる、バンド、マシールバンドっていうバンドがありまして、そのバンドでですね、何度も一緒にステージ立たせてもらって、フェニックス祭りとかもまえちゃん一緒に出演させていただいてるんです。じゃあ、まえちゃんの。そうね。どうしよう。You know
してないですよ。よう見てる。ひどい。どっちでもいいんだよ。どうでもいいよ。やらしいやろ。それではですね、次はですね、最初僕が歌って、その後まえちゃんが歌ったので、次の曲はですね、最後の曲なんですけど、2人でデュエットを。頑張ります。聞いてください。じゃあ最後に注意。